どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんにね、宇宙を感じていただこうかなと思っておりまして、知らぬいライトロードっていうね、もうなんか宇宙しかないデッキを作ってきましたんで、ご紹介していきましょう。どういう、まあ、ライトロードがあのデッキかっていうと、墓地肥やすデッキじゃないですか、ライトロードって。でね、これ出張性能めっちゃ高いんですよ。光の援軍っていうカード、これデッキトップ3枚を墓地に送って、デッキからライトロードを手札に加えるよっていう効果なんですけど、このカードがすごい墓地を肥やす、まあ、デッキと相性がいいんですね。他にもいろいろあります。帝王とか、まあジェムナイトとかでもワンチャンいけんじゃない。なんかいろいろ墓地肥やすデッキには入るカードなんですよこれ。で今日は墓地肥やしといったら何ですか皆さん、リンクスではそうなんですよ、知らぬい、マジで宇宙マジで宇宙、なんなら強くなったまである。まあ、どういうことやっていくか、まあ、もちろんこの光の援軍で、まあ、そのアサシンを墓地に落としながら、サマー・ルミナス、ルミナスを手札に加えるっていう、あの最強のムーブをしていくんですけども、ルミナスっていうのは手札を切って墓地のライトロードを蘇生できるよっていう効果なんで、手札に引いてしまったいらねえ、もしくは墓地に落としたい、こういうカード、こういうね、こういうカードを墓地に送りながらライデンを蘇生できるんですよ。でそうするとなんと、あの3、4でこいつ魔法使いなんでエバリーも出るよとね。で、あ、もちろん汎用なんで、こっちのあやかし神知らぬにも出せます。ちなみにで、宇宙ムーブはそのなんか援軍とか連発して、まあ、もちろん芝刈りも入ってるんだけど、で、帯同を落としてさ、で墓地に影物とかあの武士がいる場合、まあその帯同の方かで武士出すじゃないですか。で武士フィールド、武士フィールドエバリーターンエンドとかできるんですよ。いやもう夢のようなね、夢のような、なんか選んで除外と、なんか破壊&除外みたいな、もうひたすらに除外してくるみたいな、やべえ盤面ができるんですよね。これマジで宇宙で。で、まあ、それを今回はやっていきたいと思います。で、一個断っておきたいのは、俺、あの、知らないのプレイング、ガバリンですよ。俺、環境トップで来て、あまり使ってきてないから、普段。なんで、ちょっと、ガバリンで、ちょっとプレミしたらすいませんっていうことですね。で、エクストラが足りません。エクストラが足りません。あの、圧倒的に足りない。あのね、他にもアークロードミカエルとか、アークロードミカエルじゃねえや、アークミカエルとか入れたいし、あれだね、ハデスとかも入れたいし、シンクロモンスター。なんか本当はブラロも入れたいし、なんかね、入れたいモンスター多いんだけどね、ちょっとエクストラ足んないのよ。ちょ、これ勘弁してほしい。これはもう本当勘弁してくれって感じ。で、魔法の使い手は、スキルがナーフがかかるんですよ。ナーフがかかるんで、まあ、だから説明文は変わんないと。で、初期手札、に多分魔法2枚以上入る確率とかは操作されるかなと思うんだけど、1枚はさすがに確定すると思うから、で一応リミットを守って芝刈り1枚にしてるし、まあちょっと上振れてるイメージですけど、このスキル今使ってるのはね、3月の2日時点で、なんで上振れてるイメージですけど、まあ多分1枚は確定するから、魔法今後も多分さすがに、じゃないと使い手じゃないからさ、魔法の使い手って言ってるくせにスキルで魔法入んなかったら使い手でもなんでもないから、まあ、1枚は確定すると思うんですよ、絶対に。ここはだから、まあ、とりあえずこのリミットのカードだけ守って、スキルはこの修正を待って、でまた修正されてから使ってみるでいいんじゃないかなと思うんで、まあ使い手で別に俺はいいかなと思ってます。援軍引きは強いしね、援軍引きは強い、引きは強い理論ということで、早速ね、皆さんに宇宙を感じていただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方は、ボショババ、よろしくお願いします。デュエル3倍。あ、ライトロード来すぎライトロード来すぎでは、これはライトロードが来すぎでは。ちょっと一回これこうするじゃないですか。で、ワンドローワンスでして、ワンドローワンスでして、いや、でもライトロード来すぎじゃない、これただのライトロード来すぎじゃん。ルミナス9で、ルミナス効果、ルミナス捨てるで、ルミナス捨ててルミナス捨てで、ルミナス捨ててルミナス守備で、ルミナス効果これ今のところライトロードデッキ、今のところ単純にライトロードデッキの動きしていくで、ライトロードアサシン効果 OK で、エバッ
っていけばいいんじゃない、まず一発一発エバっていこう。これね、これが強いんだよね。これ知らないデッキなんだけど、これでいけんだよ。そのエバリーちゃん出るっていう、これでエンドすると3枚墓地を落とせるっていうね。あのそこそこまあいいんじゃないかな。落ち方はまあそこそこかな、まあ、デッキトップによるけどね。はいはい。で、ここの獣、なるほど。メタファイズだけやめてほしいなと思ったら、あれ、サンダーだったら、オッケーオッケーオッケー。メタファイズだけマジでやばいから。メタファイズ特殊召喚したオーサー全部除外されるからよ。結構きついんだわ。エバリー戻ってこれねえから。で、サンダードラゴンで雷鳥竜手段に加えていく。オッケー。あー、今のところムーブは強いね。ムーブは強い。で、弾、金弾と、鳥か。で、鳥効果で、獣。あ、じゃあ、ライデン。オッケー。お、向こうもライデン使いや。向こうも、お相手さんもライデンや。気が合いますね。ちょっと、サモナ・ルミナスに残してくれるとかいう奇跡の展開ないかな。ないか。ねえわ。なかったわ。ドロー。なるほど。スタンバイで、一回ちょっと、ここの獣さん、ちょっと除外した次第でいいですか。君どっか行ってくれる？はい、ありがとう。で、影物召喚して、で、影物効果。で、自身リリースして、チューナーをデッキから出せる。で、これで2出しとけんじゃないかな。これでね、あの、重シンクロが入ってればね、あの、汎用重シンクロが入ってればね、出せるんですけど、ホムラガミさんはアンデッド族縛りがありますんで、これでターンエンドですね。で、こいつはちょっと墓地に行っていただきたいと。行ったところ。態度落ちてほしいんだよなぁ。あと、援軍が欲しい。なんだかんだ、やっぱ魔法が引けないと弱いっていうのはあるね。どうしてもやっぱ芝刈り、が1枚にリミットになったせいで、そんなに簡単にこう一気に10枚とか落とせないから。でもこういうデッキに対しては結構、このデッキで確か30枚だったでしょ。意外といけんだよ、墓地壊せっか。ほらもうさ、相手さ30枚デッキなのにさ、結構さ11枚ぐらい墓地壊えてんじゃん。意外といけんだよ、意外と墓地壊える、芝刈りなくても。だから知らぬイライトロードは宇宙で、鳥で鳥からの獣、オッケーで守備、オッケーで、この2を殴ってくれると、俺はありがたい。俺はありがたい。この2を殴ってくれると、すんげえありがたい。分かれてだったら殴ってこない。分かれてだったらね。分かれてであったら、この、レベル2のチューナーは殴ってこないと思う。殴ってほしいな。ああ、分かれてやったわ。分かれてでしたね。なかなか。お、全然意味でカード来た。全然意味でカード来たわ。全く意味がねえカード来た。で、何が入ってんだよ、これ。ああ、あやかしか。あやかしは召喚して進行するか。あやかし召喚して、で進行していこう。で、刀神出していこう。刀神を出していこう。で、殴るかどうかが選択か、また。殴らないんじゃねえ、これ。殴らなそうだけどな。まあ、でも、こっち攻撃表示か。なんかね、あんまり殴るイメージじゃないんだよね、知らぬいって。この場面だったら、知らぬいって、サンダードラゴンは。サンダードラゴン相手は結構殴んない選択肢割とあるんですけど、そのなんか決めきれる時に殴るみたいなパターン結構あるんですけどね。あとこのエバリー結構きついと思うよ。エバリーの打点がどんどん上がっていくと、多分あの雷合流で突破できなくなっちゃうから、打点ではだからブラロするしかないみたいな。あーセット OK でサーチか、了解。まあ殴んないっていう、お互いに殴んないっていうあれじゃない、これなんか分かれて風ムーブで、お互い。お互い分かれて風ムーブ。一応、ここで、まあ、もう一回6は出るんだけど、できれば、この、刀神を殴ってもらって8出したいなっていうのあるね。刀神を殴ってもらって8を出してっていうのあります。8からの10みたいなことしたいな、できれば。なんか、お互いなんか分かれて風ムーブしてから、なんか、全然お互い殴らないみたいなことになりそうだけどね。次のターン難しいな。まだシンクロ出さないまであるな。シンクロ出さないまである。全然ある。まあ、このセットボスは殴っていいかもしれないけどね。はい、鳥効果でなんかサンダードコン出てくる。あー、めんどくせえなー。あれは除外するか、一応。でもあれ除外していくしかないか。もう無限にこれエヴァリーやっぱ強いよな。あ、来た、やっと雷合流だ。雷合流来た。開闢のサンダードラゴン来た。開闢のサンダードラゴン来て、そいつ殴ってくれる。ありがてえ。ありがてえ、神だ。神ゲだ。ドロー。ミアズカサ来る。ミアズカサ来た。で、カード除外していく。まず、一旦、雷獣の方を除外させていただいて、で、雷獣効果でデッキからサンダードラゴンが特殊召喚できる守備から。
どうすればいいかな。8出す説もまああるけども、キル取れねえしなこのターン。影物が落ちてんだよな。影物が落ちてる。これさ、宮司でさ、これあれじゃない、あのバッカ剥がしに行くか。宮司で影物を特殊召喚して、で影物の効果、影物の効果で宮司をリリースして、で大間の妖刀シナヌイを特殊召喚して、でブラックローズっていう選択肢もあるの。やっぱ強いよね、攻撃で。一応攻撃表示ですか。攻撃表示にしてどうすか。着地なんもない。 OK で、これでミヤズカサ除外しときゃいいんじゃない。ミヤズカサ除外して、ミヤズカサ除外して、でアップしながらの、魔法トラップを破壊しながらミヤズカサの効果で、こっち破壊すると結局意味ねえのか。でこっちか、こっちだな。で大調理も使う。 OK でリロードしていく、リロードしていく、まあリロードっていうか打ち出ることしていく。でここで満を持して8っすかね。ここで満を持して8っすかね。ここで満を持して8だ。で妖刀シラニーの効果発動、墓地より26除外して8出して、おらー。で戦神シラニーの効果発動、こいつでいいか。で、刀神シラニーの効果除外された場合、相手のフィードのモンスターの打点を500下げるぜ、おらー。ノロベの効果、これ発動した方がいいのか。発動する必要性あんまねえけどな。発動した方がいいか、一応しなくてもいいか別に。で攻撃表示に変更、バトルだ。おお、つや盤面は宇宙。さあお相手の方、クロノスでメディチ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハンド強ぇハンド最強、いけー、隣の仕上がりだ。ブワー。そしてなんかめっちゃ落ちた。で光の援軍効果、光の援軍効果で宇宙だ。宇宙、あー持ってくない、加えるカードがない、加えるカードがないのくさ。で帯同効果使おう。帯同効果使って影物の部じゃないこれ、これ影物の部っていう影武士、最強ムーブしていこう。で影武士して、でもののく効果でミヤ、じゃあモノの部を回収して、で影物効果宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙すぎる。でモノノフ、はい、でライドのサンバルミナス召喚してルミナス効果、ルミナス効果で帯同を墓地に送り強い、最強すぎ、最強すぎる。でライデン、でライデンの効果発動、ライデンの効果でデッキトップ2枚墓地送っていく、シャッ、オッケー。でこれエヴァリーじゃないこれ強すぎるんだよなこの動き。妖艶なるハジャの光今交錯し、運命の扉は開かれる、導け決して抗える絶望の未来へ、ダークシンクロ降参せよ、フォーチュンレディエヴァリーあー助けの持ちてる、強い。あでも宮塚さん落ちないのか、宮塚さん落ちないの、ちょっと痛いな。まあ今ちょっと耐えるするわ、強いもんだって十分十分でしょ。ちょ宮塚さん落ちてほしかったっていう、まあちょっと欲張りなことはあるけど、まあ十分じゃないこれは、十分でしょ。はいはい、なるほど。ああ水晶、古代水晶、古代クリストのですね、水晶強いんですよ今多分。水晶結構強い、古代じゃねえか別に、古代か粉砕かわかんねえなこれ。でこれスタンバイ除外だから、スタンバイ除外はクリストロン効果発動できないんですよあいつメインとかにしか発動できないから、こうスタンバイで効果発動できなくてクソかわいそう、クソほぼかわいそう。でこれはモノノブじゃないですかね。でワンドロを
ワンドローワンズってですね、ニーヤーズかさを起こしましょう。なんもねえな、これインパクトじゃないんだ。インパクトでもないのか。これなんか37クリストロンとかかな。ちょ、わかんねえけど、これ殴ったら勝ちじゃない、これ。ちょ、なんか分断とかだったら嫌なんで、一応このまんま殴るんじゃないか。はい、てい、あ、勝ちた。ひたすらパワームーブを押し付けて勝つ。これが遊戯王デュエルリンクス、デュエル成立していません。さあ、お会いという方、勇気10代くん。久しぶりに見たら10代の顔。デュエル、もう最近10代とかランク制で見なくね、マジで。嬉しいよ、会うと。根性だろと思ったけど、根性って言わなかったんだけどね。なんだろうね、ヒーローの戦う舞台みたいな感じかな。ハンド弱っ、ハンド弱っ。これデッキからリリースしかできない、リリースして出すしかいけない、まあ、こうじゃないですか、でこうじゃないですか、でこうじゃないですか、でこうか。最近なんか知らない使ってなすぎて、マジでプレイがばいかった、ごめんね。なんかね、俺環境トップって言われ出した瞬間からもう使う気失せるんですよね、デッキ。光の援軍、はあ、なるほど、光の援軍、はいはい。でライデン、なるほど、ライデン召喚でライデン効果、沼地、ライデン強いね。沼地なんだ、融合なんだ。何が来るんだ。で、ネオスとフェザーマン、すげえなこれ。あ、出た、強い、グランドマン来た、グランドマン来たわ、これ。グランドマンからのミラクルフュージョン、宇宙されてるんだけど。これさ、グランドマンってさ、戦闘でなんか破壊すると、自分をリリースしていくさりからエレメントヒーラー融合モンスターいったら召喚条件無視ってことでしょうか。なるほど、やばい、かっちょいい。フレームウィングマンのムービー見る、飛ばすか。フレームウィングマンの効果は、戦闘破壊したらなんか、これやばくないもん普通に。で、グランドマン効果リリース、で、召喚条件無視ってヒーローがシャイニング。ちょっと待って、いや、なんだこれ、なんだ、え、宇宙すぎん。